明日の日本の若者たちよ、戦争の中に生きた若者からの言葉を聞いてほしい。分が合ソロ、人にはそれぞれ歴史の中で果たさねばならぬ役割がある。清き流れ、敵である前に一人の人間だろう。心は一つ。黄色い勇者たちが来て私たちを解放してくれる。日本軍は君たちの味方だ。危ない。大丈夫か。インドネシアは日本の植民地ではありません。壮烈に死ぬよりは生き抜いてご帰還遊ばしますよ。撃て。ダメだ、撃つな。欲しい。布告人星名勲を公主刑に処す。綺麗事で政治はできない。戦犯で処刑される人じゃない。インドネシア独立のために戦いたい。たとえこの身は滅んでも私の代わりに新たな役割を担ってくれる明日の若者たちに未来は託せると信じている。私のために生きて。明日は君たちのものだ。50年後、100年後の日本を、未来の若者たちを、よろしく頼む。